入りたまえ。お疲れ様です。大神会長。ああ、どうだ、プロペラ弾の調査は。ええ、調査は順調です。報告した通りになります。そうか。引き続き逃亡したサイボーグの破壊を頼んだぞ。はい。それでは失礼します。滅んだワズのプロペラ弾がいるとは。あの子娘め。CCR の連中がサイボーグの調査をしているうちに、プロペラ弾の情報でも調べておくかな。ふっふっふ。絶対に吸収してやるよ。待ってろよプロペラ弾。ここでよかったかの。まったく、今日はゲームでもやって過ごそうかと思っていたのにの。パワポケ後の司会とかいうのに抜擢されたんじゃが、台本全く見ていないんじゃよな。ゲストは一体誰じゃ。よう、もしかして司会ってあんたか。なんじゃお主は、もしかして、そなたがゲストか。ああそうだ、俺の名前は。小杉。まあ、有名なプロ野球選手だ。小杉というのか。よろしくな。ああ、俺のことを知らないのか。とりあえず早く始めるのじゃ。早く帰って遊びたいのじゃ。それではパワポケ後の説明をさせていただくぞ。パワポケ後は2003年1月23日にゲームボーイアドバンスで発売されてソフトになっているな。キャッチコピーはゲームがいろいろ盛りだくさん。次に収録されているミニゲームを説明させていただくぞ。まずはダンデル飛行機ピュンピュンピュンに、グラディウス風の横スクロールシューティングゲーム。大まかなルールは前作と同じ。今回は戦艦のコアを破壊し、その後時期を破壊されないことがクリアの条件となっている。レベルが上がると敵弾の数が増え、ボスの形態も増える。次にグリグリおみくじ。大吉、よし、凶、大凶が書かれた盤面のルーレット。サクセス中では1等、2等、3等、ハズレの盤面のくじ引きもある。ある程度の目押しが可能だが、くじの結果によって異なる確率で滑りが発生するので、大吉を確実に出すことはできない。レベルの設定はない。次に箱でぐっちゃ。落ち物パズルゲーム。上から降ってくるブロックを押したり破壊したりして3つ並べるとブロックが消える。連鎖で消すと高得点だが、ブロックが消えてからもしばらく連鎖判定が残る。落下したブロックに潰されるか、画面上部まで積み上がると失敗。サクセス中ではレベル1で50秒、レベル2以上で1分間ゲームを続ければクリア。レベルが上がると落下するブロックの量が増える。ミニゲームとして遊ぶ場合は失敗するまでプレイするノーマルモードとサクセスと同じルールでプレイするサクセスモードがプレイできる。次に見切ってフィッシュシュー。陣雷コーチが横切るタイミングを見計らって手裏剣を投げるゲーム。フェイントもある。陣雷コーチが飛び出す前に手裏剣を投げる、飛び出しても手裏剣を投げなかった、もしくは投げるのが遅かった場合はミス。3回ミスで縛られているボンタに手裏剣が当たり終了。サクセス中では30点でクリア。という感じになっているな。ほう、なかなか面白そうなゲームがあるな。しかし、コナミはグラディウスが好きだな。それじゃあ次にあらすじについて説明させていただくぞ。今回の表サクセスはモグラーズ編。今回の物語の舞台はパワポケにでも登場したモグラーズ。モグラーズ編にということで、パワポケにに登場した人物が出てくる。サクセス中の試合操作は打者は自分の打席、投手は主にランナー出塁時に操作するシステムになっている。各章ごとに決められたノルマのパラメータを期限までに達成しなければゲームオーバーになってしまう。ほう、パワポケにと同じ球団なんだな。まずは1年目、俺は誰？スター選手として活躍をしていた小杉。しかしとんでもない事件によって、モグラーズの万年2軍のお荷物選手、主人公、に入れ替わってしまう。主人公は小杉と交渉して元の体を取り戻そうとするが、スター選手となった小杉は取り合わない。さらにボンタや水木から、実績も全然なく、最も首に近い男、という自身の危機的状況を語られ、このままでは野球ができなくなってしまうと言われた主人公は、まず実力をつけて1軍を目指すことに。クリアするには2軍監督評価が30以上必要。入れ替わってしまう。フィクションの見過ぎじゃないのか。ってことはお主はもしかして。次行くぞ。2年目これでいいのか。天才投手にしてオーナーの息子である大神が入団。主人公は1軍に上がるためには、北条監督にアピールする必要があると教えられ、今度は北条監督へのアピールを始める。しかし、この頃から小杉がスランプに陥り成績が急降下。さらにファンに対して暴力事件を起こし、謹慎処分となってしまい評判を落としていく。
クリアするには1軍監督評価、2軍監督評価が一定以上になると変更される、が30以上必要。次に3年目、大団円。ペナントレース開幕から、主人公たちはリーグ優勝、日本一を目指す。この年は小杉の運命も左右する大切な時期となる。モグラーズがリーグ優勝した場合、日本シリーズでは練習を重ねて再び元の実力に戻った小杉の姿が。果たして優勝は叶うのだろうか。監督評価70以上、また日本シリーズ制覇でクリア。ってなっているな。もちろん日本一になることが育成する上では大切になってくるぞ。聞いている限り、この頃のパワポケのストーリーは野球をちゃんとやるんじゃな。以上であらすじについて終了させていただくぞ。それでは俺はこの辺で終了させていただくぞ。奴が入れ替わっていたとはの。少し驚きじゃが、まあよい。お腹も減ったし何か食べに行くかの。ああ、バカじゃ。あそこの席か。了解じゃ。さて、ここで待ってればゲストの人が来るって話じゃがの。あの、バカって人の名前で。あ、はい。あそこですね。あなたがバカさんですね。よろしくお願いします。お主がゲストなのか。うん。白木絵里。よろしくね。そうか。よろしくな。お主は何か食べるか。じゃあ少しだけ。さっきメロンパン食べてきて少しお腹いっぱいなんだよね。え、メロンパン。なんだか人ごとに思えないような気が。それではパワポケ後のキャラクター紹介をさせていただきますね。まずは大神モグラーズからいきます。まずは主人公。元は小杉隆作としてプロ野球の世界で活躍していたスター選手。しかし、球場の廊下で万年二軍のお荷物選手と体が入れ替わってしまう。小杉の体に戻るのか、お荷物選手の体のまま人生を過ごすのかは、プレイヤーの行動次第。どのルートでも最終的に小杉としてではなく、主人公として生きていくことになる。次にボンタ大輔。主人公とも仲の良いマニア。に以来、再び相棒キャラとして登場した。マニアショップや通信販売もよく利用する。自分のおもちゃのコレクションを集めた博物館を作ろうと考えている。2の時は1軍だったが、主人公が1軍に昇格するまでは2軍にいる。2軍に落ちているではないか。次にチームメイトについて説明させてもらうね。まずは水木すぐる。パワポケ2にも登場したモグラーズの選手。現在は半1軍的な存在だが、ドリル投手の時代に一度1軍選手として優勝した経験があり、ファンからは人気がある。野球に関する本もたくさん持っている。B 級映画好きという点は変わらず、主人公に DVD の返却を要求するイベントがある。次にうまいゆじ。千葉ロッテマリーンズから6位指名を受けて入団。トレードにより、モグラーズに移籍した。趣味は競馬、花札、パチンコとギャンブル好きで、入れ替わる前の主人公ともよく競馬場へ出かけていた。うろつきイベントを進めておくと終盤に宝くじが当たって大金を手にするイベントが発生することがあり、エピローグでは引退して競馬の馬主になる。金のためにやってるんじゃな。次に諸星素顔。パワーのみを評価されてモグラーズに入団した、入団2年目の新人選手。練習中にお菓子を食べることもあり、かなりの肥満体型になった。自分勝手でトラブルメーカーだが、選択肢によっては主人公にいさめられて構成する。次に斉藤勇。主人公と仲の良い後輩。トレーニングや買い物にもよく付き合っている。実力はあるが1軍と2軍を行き来している。足立美咲と付き合うことをきっかけに、登録名を勇と改めた。おなごと付き合おうと変わってしまうの。次に大神博之。パワポケ4から続いて登場したスーパールーキー。大神社長の息子で次球団に入れられた。デビュー当初はスランプに陥るが、主人公から様々な助言を受ける。主人公というより、小杉の元々の人格が素晴らしかったんじゃな。次にその他のキャラクターを説明させていただくね。まずは古沢翔一郎。モグラーズの二軍監督。かつては選手だったが腰痛が悪化して引退した。主人公にアドバイスを送るなど、選手思いの監督。モグラーズ寮の寮長も兼任している。実家でトーテムポールを作っていることは変わらない。次に北条洋平。モグラーズの一軍監督。監督としての手腕は低く、情にへつらい、目下の人間には辛く当たる横柄な性格。時折やけになって、意味不明なことを口走る時もある。友人パワーを信じており、グラウンドに池を作ったり。
主人公に友人ミズやアルティメット友人イシゼットを勧めてくることも、豊島のおばさんファンが多い。完全にドラゴンボールじゃの。次に鬼サメ政治、モグラーズの筋力コーチ、陣雷コーチとよく喧嘩をしている。ちなみに1軍、2軍両方の選手のコーチを担当している。野球経験は特にないが、コーチとしての腕前は非常に高い。同性愛者で筋肉質の男を好みにしており、展開によっては主人公を襲ってくる。この頃から登場じゃったんじゃな。恐ろしいキャラじゃ。次にテクノマサミ、モグラーズの技術コーチ。パワプロくんポケットシリーズのキャラクターの中ではこれといった個性がない珍しいキャラクター。ゲーム好きで暇な時はダンデル飛行機ピュンピュンピュンにをやっている。バランスの取れた選手の方が好き。実は鬼ザメコーチと陣雷コーチの喧嘩の原因を作った人物であり、二人にそのことがバレた際は半殺しの目にあったが、本人は罪悪感を全く感じておらず、いつものことと笑顔で楽しそうに見ている。急に指導力と人望に優れるようになった主人公に、引退してコーチになれと勧めてくる。このコーチいろいろと問題じゃろ。次に陣雷隼人、モグラーズの素早さ、変化球コーチ。いつも忍者の装束をつけている。鬼サメコーチとはよく喧嘩をしている。ちなみに野球の経験は全くなく、新聞での募集に応募してたまたま採用されたらしい。なお、陣雷とは世を忍ぶ仮の姿であり、正体は本作の彼女候補の一人。プロ野球でこれはいかんじゃろ。次に荒井美兄弟、シリーズの常連キャラ。2から引き続きモグラーズの球団職員として働いていて、内部の人間に厳しい。2年目の契約更改を担当する。趣味は抜き打ち検査で、装備アイテムを没収していくことがある。次に大神道夫、大神博之の父親であり大神モグラーズのオーナー。息子をプロ入りさせるためモグラーズを買収。モグラーズの選手の様子を見るため、1年目の契約更改を自ら担当する。実は元プロペラ団の大幹部。以上でモグラーズのキャラの説明を終了させていただきます。モグラーズだけですでに十分濃いんじゃがの？それでは次に彼女候補について説明させていただきます。まずは浅上彩香。小杉のファンだが、その正体はプロペラ団の残党。プロペラ団の崩壊を信じていない。定期イベントで登場し、攻略も容易な部類。展開によっては小杉の命を奪う。命を奪う。次に白木絵里。入れ替わる前の主人公の彼女。入れ替わる前の主人公とは良い思いではなかったが一途に思っていた。そのため、主人公の不自然な言動から入れ替わりに気づき、ひどく悩む。見かけや言動から幼く見えるが、実は27歳で水商売を務めている。あやはなと同様に定期イベントで登場する上に攻略手順も少ないため攻略は楽。公式 Q&A によると、入れ替わる前の主人公と付き合っていたのは6年間とのこと。これってセロ A のゲームじゃよな。次に星の恵み。ファミレスでバイトをしている女の子。ストーカーに悩んでおり、解決できるかで彼女の運命が変わる。ランダムイベントが多く絡むため、運の要素が強く攻略は難しい。緑髪の彼女候補で、後の作品における緑髪彼女はイベントが多い、という設定のきっかけになっている。なるほど。世の場合はバッドエンドをなんとかしてほしいと思うけどな。次に先川玉子。路地裏で占いをしている。28歳。愛称は占い玉ちゃん。本人は占いを信じておらず、自分の占いが当たっているのかさえわかっていない。実はもう一つの顔を持っている。玉子というのは偽名であり、彼女は陣雷コーチの正体で、抜け忍ぶである。本名は鈴鹿。こやつがそうだったのか。次に足立美咲。大学生。実家が旅館を経営している。イベントの進め方によっては勇と付き合うこともある。次に暗がり秀子。暗がり等の娘でありアキラの姉。2、と、3、にも登場していたが今回は彼女候補になった。重なる借金のためほとんどの日をバイトに費やしており、主人公と会える日は限られている。次にサイコミユー。外れ彼女候補。3つの NO を信条とする大学生。1や2に登場した荒井紀香と同じようなタイプのキャラで、話しかけるといきなり彼女になる。いきなり彼女とは、どうしてそうなるんじゃ。それではこれからその他の登場人物について説明させていただきますね。まずは小杉優作。主人公の元の体、モグラーズの万年二軍のお荷物選手で、選手としての能力は非常に低かった。
二軍選手だった頃から裏では自分には野球しかない、とこぼしていた割には真面目に練習せず、ミーティングなどのサボりも当たり前で、何の苦労もせずに手に入れた小杉の能力に溺れていた。改心して猛練習を始めるか、入れ替わる前より落ちぶれていくかは主人公の活躍にかかっている。改心した場合は塚本と手を切り練習に励むが、勝利数が1位2勝の場合は展開こそ異なるが事故によって再び元の体に入れ替わるも、塚本によってアフリカの傭兵部隊に売り飛ばされ、0勝の場合はプロ野球界から失踪し塚本の紹介で海外へ逃げ出すことになる。力に溺れるとは、情けないやつめ。次に塚本陣八、入れ替わる前の主人公の悪友、キシシシ、と笑う。裏の世界にも割と顔が利く。小杉の入れ替わりにいち早く気づき、彼につきまとう。襟に仕事を紹介したり、パチンコ屋で主人公に遊び方を教えるなど出番が多い。自身の利益のため、酒に溺れる小杉をいさめたり、引退を進めて芸能界へ転向するよう提案する場面も、3年目の展開によっては元の姿に戻った小杉を傭兵部隊に売り飛ばすが、失踪した展開では惨めすぎて騙す気にもならない、として小杉に海外での仕事を手配する。せっかく元に戻ったのに、この展開はさすがにひどい気がするけどね。確かにな。まあでも、こやつが大体原因になっているんじゃないのか。まあ、そうだね。次に磯田周一。元モグラーズの二軍コーチ。プロペラ団のモグラーズ買収に伴い辞職し、ボンタの影響でマニアショップを開業する。かつて主人公を指導したこともあると語る。次に暗がりひとし。元モグラーズの選手で、火星オクトパスに所属していたが今作で野球を引退した。火星オクトパスの書き打ちに紹介された仕事は失敗した上、他人の保証人になり、さらに借金を抱えることになる。次に黒の鉄斎。3、のネオプロペラ団アジトの後で、立花や高幸と共に怪しい研究をしている。3年目の展開によっては小杉の姿に入れ替わった主人公を元の姿に戻す。この人が体を元に戻すんじゃなぁ。次にソムシー。対人の女性。エリとは親友で同じ職場の仲間。最近うまくいっていない主人公とエリの仲を取り持とうとする友達思いだが、ややずれたところがある。次に大谷健。新聞記者。大神博之の取材で登場。本作では、1、3、と比べ、肌が色黒で顔が縦に長い老け顔で完全な端役で登場。正義感が強い気骨がある人物だが、小杉が発奮してチームを優勝に導き、大神モグラーズが優勝を逃し落ち込んでいる小杉を取材している際に大神モグラーズを万年 B クラス、と馬鹿にする一面を見せる。その結果大谷は小杉に殴られ、小杉は日本シリーズに出られなくなった。野球テストのチュートリアルでの解説役も務める。煽るのもうまいということじゃな。次に亀田光雄。1、2、3、で登場したメガネ一族の一人。あや花のイベントで登場する。今作ではサングラスをかけスーツ姿となっている。最後に沙織ちゃんフィグア。彼女候補ではないが、電話コマンドで話すことによりやる気とステータスを回復させることができる。抜き打ち検査、と称した荒井美兄弟による部屋内の検査で没収されることもある。以上で終了するね。他にも色々なキャラクターがいるので、ぜひ確かめてみてくださいね。ということで、パワポケ後のキャラクター紹介を終了させていただきます。さて、そろそろ時間だし仕事に行こうかな。こんな時間に仕事か。ええ、もうこうして生きていくしかないの。それじゃあね。なんじゃ、あやつ。まあよい。それじゃあよも次の場所に向かうか。めんどいのう。ここか。綺麗な場所じゃな。ところでゲストはどこにいるんじゃ。こんにちは、私の名前は星野恵。あなたはパターリ、海面さんですよね。そうじゃが、もしかして、そなたはゲストのやつか。はい、私は星野恵。ファミレスでバイトしてます。そうか。よいから早く解説するのじゃ。それではパワポケ後の静止に入る前に、大神グループの説明をさせていただきますね。大神グループとは、元プロペガ団の幹部であった大神道夫が、プロペガ団解体後その主要な部分をまとめ上げ、ネット金融を中心にのし上がった巨大グループ。プロペガ団の手を離れたモグラーズを買収して新たなオーナーとなった。後の作品にも多大な影響を与えるグループである。って感じですね。この大神グループは今後のシリーズでも重要になってきますので、ぜひ覚えてください。本格的に動き始めたのってここからなんじゃな。
それではここから生死について解説させていただきます。パラポケ後の時系列はパラポケ4の次の年、まずは1年目スーパースター選手の小杉元の主人公とモグラーズ2軍選手小の主人公がぶつかって体が入れ替わる。10月1週にプロペガモグラーズが大神の買収によって球団名が大神モグラーズになる。2年目の2月1週日の下高校野球部に所属する超高校級投手の大神がドラフト1位でモグラーズに入団する。主人公は次になる寸前であったが努力により参入して1軍に昇格。3年目の10月2週に大神モグラーズがリーグ優勝する。10月4週に大神モグラーズが日本一になり、その後主人公と小杉が和解して2人は体が入れ替わったまま互いの活躍を誓い合う。この時に小杉さんは結果を出せずに幸せ島という島に奥が出ますね。なるほど。やはり努力せずに得た力は結局自分の身を滅ぼしてしまうな。また星の恵み日本語関しては、6の秋元綾とのデートでファミレスを選ぶと主人公6が店長が事件を起こして一度潰れたと語っていたため、主人公5と結婚したことがほぼ確定となっているね。私が店長と結ばれちゃうパターンが不評だったから、生死でしっかりと主人公と結ばれていることで安心した人は多いんじゃないでしょうかね。確かに変な輩と一緒になるくらいなら生死通りの方が全然いいと思うぞ。それでは次にパラポケ後のエンディングについて説明させていただくぞ。今作のエンディングは非常にブラック面な部分が多いです。例えば小杉さんとエビさんが二人で死んでしまうエンドや、ストーカーに寝柄で死んでしまう私のエンディングが存在しますね。他にもこのコーチと結ばれてしまうエンドや、小杉さんの暗殺するエンドなどが存在しているね。もちろんエンドでクビになってしまうこともあるし、それぞれの仲間のエンドも存在する。ということで、パラポケ後の解説を終了させていただきます。お疲れ様でした。ああ、お疲れ様だ。さて、よもえに戻ってゲームでもするかの。もしかしてあなた。バカ。なんじゃそなたは。もう解説動画は終わったし、よわえに帰る。庶民の相手をしている暇などないのでな、あなた。ジオットって人知ってる？なぜその名前を？もしかして、ジオットの仲間か？違うよ、ジャジメントの存在がなくなったから、プロペラ団にジオットが加入したんだよ。詳しい話は後で話すからとにかくついてきて。プロペラ団、一体どうなってるんじゃ？わけがわからぬ。世はついていけぬ。とにかくあなたは私たちについてきて、単独行動は危ないよ。わかったのじゃ。なぜこんな急展開に。まったく、わけがわからぬ。一体何が危険だというのじゃ。へえ、あんたがジオットか。以後見知りおきよ。しかしあんた、プロペラ団に入って何するつもり？さあ、私自身もわかりません。復讐の相手がいるかもわかりませんし、しばらくは仲間に入れてもらって、この世界のことを知りたいということですよ。まあいいわ。今は仲間不足だし、大神とかいうグループ会社が権力を手に入れてる。あの会社を潰すためにも一人でも仲間が多い方が助かるわ。そうですか。ジャジメントで磨いた腕を無駄にしないでよね。ええ、わかってますよ。ここにいれば多くの金が入ってくるはず。その分研究も進むから、入っておいても損はないな。まあいいや。とりあえずよろしくね。父の住所はここだから、食べ終わったら来なさい。それじゃあね。ふん。利用されているとも知らずに。本当の悪ってのは悪の近くにいる存在なんだよ。この世界でも始まりますね。戦争が。